皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、今10月29日なんですけど、もう少しでハロウィンということで、で今ポップマートでね、店舗限定かな、こんなディムー君のパズルをとハロウィン仕様のパズルを配ってるということで、これが欲しいがためにね、これが欲しいし、あのハロウィンのね開封を去年もしてると思うんだけど、したくて、でこれが発売になったじゃないですか。でこれの買う口実にこれを購入してきたので、今日はこの4つのブラインドボックスを開封したいと思います。これはおまけで流そうかなって感じです。今日実家で撮ってて、しかもこの部屋めっちゃ日が入る部屋なんで、なんかいつもより見にくかったら本当にごめんなさいって感じです。それでは開封していきましょう。で、ね、声と鼻をね、秋花粉のせいでやられてて、もう声は出なければ舌に口内炎ができて滑舌が終わってるわ、鼻はもうね、ずっとムズムズしてるわで最悪なコンディションなんですけど、まあ、そこら辺はお気になさらず開封を楽しんでいただきたいと思います。これはね、前に一回動画にしたことがあって、これはこれだけの動画を、こっちもこれだけの動画撮ってんだけど、これもねこれだけの動画を撮ってて、これもこれだけの動画を撮ってるじゃないですか。こことこれはもう被ると思うんだよね。これはね一回しか開けてないから、まあまあまあって感じなんだけど、でこれ初めて買ったので、でねこれ多分この開封が上がった後にこれだけの開封が出ますもうこれ可愛すぎて、でここ二つちょっと私的になんかね、これ行った気なかったんだよね。でまたここ最近見かけるようになったから、これはもうシスターしか持ってないしって感じなので、かぶりそうな真ん中から開けていきたいと思います。でこれは骸骨の子と、このキョンシーの子とフランケンとデビルが欲しい感じです。前回出たのがミイラの子と、なんだっけ、イエティが出たので、まあちょっと色が濃いめの子が出てほしいと思ってます。じゃあ行きましょう。4つあるからね、久々に開けるわ。あ、やっぱ見えちゃったじゃん、キノコらしい。なんてことだ、ポイズンマッシュルームモンスター。毒キノコってことか。おい、これ入ってた、危な。普通にカード見なかったら捨ててるとこだった。では一つ目はこのポイズンマッシュルームモンスターが出ました。よし、じゃあリムク、これはケルベロスとデビルとシカちゃんとユニコーンが出てて、びっくり箱の子と狐みたいになってる子と、この表紙の子が欲しいと思っててって感じかな。
まあ、とりあえずかぶりじゃなければって感じだ。よし、じゃあいきたいと思います。あ、懐かしいこの袋。いきます。せーの。あー、かぶっちゃった。これはお湯汁に出したいと思います。じゃあ次、資料館。これはアナベルとこの人とシスターじゃなければかな。よし、じゃあ開けていきましょう。資料館ね、未だに全部シリーズちゃんと見れてないんだよね。見なきゃ。その前に私、あ、お、やっとハリーポッターにハマっちゃったからさ。せーの、じゃーん、かわいい。もうちょっとふざけてるね、ほんと。じゃーん。こっち、でもなんかさ、ちょっとツルッパグっぽくてあるか。え、めっちゃ嬉しい、これ。狙ってたから。よかった。嬉しい。ゆむくんがさ、かぶっちゃったからさ、なんかどうしようかなって思ってたんだよね。なんかショックだなっていうか。じゃん。ザ・クロキッドの、です。狙いが出ました。あとはね、アナベルだけなんだよな。また開封しようと。よかった、めっちゃ私のハロウィンっぽいものが出てくれた。さ、ではここから大本命のこのモンスターズ、ユニバーサル映画映画シリーズって、ユニバーサルで出てる、あれでしょ、モンスターたちのブラインドボックスって感じみたいで、私はもうフランケンシュタイン、ドラキュラ、ファントムとかもいいね。あ、どれ出てもいいけど、やっぱフランケンシュタイン出たら嬉しいなって感じかな。ドラキュラ、そうなんです。ちょっと開けていきましょう。この箱のデザインがまずさ、好き。あ、びっくりした。これはもうみんな、おっとあ、この人か。いきます。せーの、これかー。バンヘルシング、お、最高なんだけど。これ、ここ、こんな風になってんだ。こりゃかっこいいわ。名前と多分公開の日が入ってる。じゃあ2004年、割と最近じゃない。というわけで、バンヘルシング、バンヘルシング、本当に。ちょっとこれ後で略を調べて、どの映画だったのかとか載せますね。さあ、というわけで今回ハロウィンということで、ハロウィン開封をしたんですけど、1個ね、ディーム君のやつかぶっちゃって、ただこの資料館のやつは狙いのやつが出たので。あとね、このモンスターズ、ユニバーサルモンスターズは1個の動画でまた3つぐらい開封しようと思ってるので、次はちょっとかぶらず
あと狙いの子が出るようにしていきたいなと思っております。なんか5000円買うともらえるって言って、これ4つ買って5000円だったかな。あ、こんな感じだ。作らなきゃいけないやつじゃない。だよね。どうしよう。これはこれでちょっと動画撮ろう。よし、というわけで今回はこんな感じの開封でした。皆さんはどんなハロウィンを過ごしてるでしょうか。もうね、明日から11月で、私11月の後半誕生日なのでね、また自分の誕生日特別開封用のなんかいろいろ用意したいなと思いつつという感じでございます。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。